放送席、放送席、見事クライマックスシリーズを制し日本シリーズ進出を決めました千葉ロッテマリーンズ西村監督です。まずはおめでとうございます。ありがとうございました。監督として初めて宙に舞った気分、まずいかがでしょう。ですね、素晴らしいコーチ、選手、スタッフ、こういう元で監督をやれまして、その1年目に、ね、こうやって胴上げしてもらうと、もう最高の気分ですね。クライマックスシリーズは1勝3敗からの見事な逆転でした。リーグ戦終盤から負けたら終わりというゲームずっとありましたんで、本当にこの精神力の強い選手たちですね。本当にシーズンの最後からクライマックスファーストステージ、そしてセカンドステージとずっとある意味崖っぷちの状態だったと思うんですが、そこから這い上がってきました。だからやるたびにその選手の精神力の強さというのを実感しながらですね、本当にここまで来れて、本当に今日こうやって勝てました。本当に最高です。そして今日の最終戦もエース対決になりましたけれども、成瀬が見事なピッチングを見せてくれました。ファーストステージの頭から中4日というのが2回続いたんですけども、本当にね、成瀬がよくやってくれました。本当に頼りになります。さあ、クライマックスを見事に勝ち上がりました。この千葉ロッテがクライマックスを勝ち上がってきた要因、どういうところでしょう。これはですね、本当にみんなで一つになったスローガンの和というものですね。この今年1年戦ったその結果だと思います。そして3位のチームとしては初めての日本シリーズ、そして西村監督は就任1年目でのいよいよ日本シリーズということになります。僕の力ではないんで、これは本当さっき言いましたように、コーチ、選手、ね、スタッフ、それと1年間最後まで熱い声援を送ってくださいましたファンの人たちのおかげだと思ってます。それと、他のパ・リーグの5チーム、それを代表していくわけですから、本当に日本一をですね、勝ち取りたいと、そう思ってます。その日本シリーズで戦う相手が明日からのセ・リーグのクライマックスで決まります。見なきゃいけませんね。見なきゃいけないというか、まだ相手のことは、ね、考えられないんで、とにかく、日本シリーズでもう一回、和というもので一つになって、セ・リーグのチャンピオンを倒したいと思います。改めて最後に千葉ロッテのファンの皆さんに、日本シリーズ千葉ロッテこう戦います、この宣言をお願いします。千葉の方で必ず日本シリーズでマリンに帰りますって約束しましたんで、まずはその約束を果たしたと、それが一番嬉しいんですけども、またあと何試合かはファンの皆様方の熱い、ご声援、その力をお借りしないといけないと思いますんで、また最後までよろしくお願いします。見事日本シリーズ進出を決めました千葉ロッテ西村監督でした。おめでとうございました。